小説4本で決めていただきます。先行がアマテラス、後攻がストロム、 DJ 四神器レディーファイ。いやこの場で一番バトルが強いやつ誰だ。それはストロームくんかもしれない。もしかしたら。でも司会が言ってた、どっちがウェビーか。それはこっちじゃん。落ち着くわ。いやああウェビーでごめんね。ストロームくん俺ウェビーでごめんね。悪いんだよ金持っててごめんね。でも悪気ないんです、金持っててごめんね。俺は女にいちいち謝ってるめめしい男なんて大嫌いだね。女の涙は汗と一緒にスルー。聞いたことある DLIP 音楽、マジで熱いミュージック聞いてない。こんなの聞く暇ねえだろ。出せんだよ超上見てごめんねなんて言ってる暇ねえんだよ。平塚は MC 妖精、ヘルベルマジで熱いヒップホップライフゲーム、 DJ 達也にお前らビーガップをくれ。お前らにビッグアップあげられてワオワオじゃねえ。お前らのビッグアップの代わりに賞金を俺はあげるぜ。どっちが強いか、今日の勝者か。優勝するよりも賞金あげる、これが本当の強さだ。こんなの聞く暇ねえ、当たり前だよ。そもそも俺にお前とバトルしてる暇なんかねえ。だがお前と一緒、俺もヒップホップ好きだ。だからこのステージでお前と会いたいしてんだろ、言うのぜ。おい、こう踏むんじゃねえ、ボディ。おい、ふざけんなよ。お前、そういうこと言ってでも超上見てごめんね。最初言ってる暇がねえって言うなら、なんでお前は歌詞を知ってそれを歌えてるのかがよくわからねえ。聞いてるんだろ、正直に言え。周りに超上見てごめんね聞いてるから、俺早に流されてるって言われるの嫌だからと思ってそれ聞いてんだろ。ダセーマネすんなよ。俺はリアルしか語らねえ。本音真実をぶつける MC だぜ。ちょっと待って、フリースタイルサンプリングしたのを、サンプリングしたってお前が気づいてるってことは、ウェビでごめんね、ウェビでごめんねってそれ知ってる。お前を聞いてるんじゃないですか、ストロームくん。当たり前だよ、俺は生きてる、耳がついてる、聞き流してる。悪いけどヒップホップ、リスンとヒアーの違いをお前さっきから間違えてるんじゃないですか。俺は嫌いって言ったけど聞いてないとは言ってねえだろ。一度はチェックするミュージック、俺は食わず嫌いはしねえ MC だ。分かってねえだろ、バカなのはおめえだ。慶応生だかなんだか知らねえが、学歴ねえ MC。 俺がビッグポップの文化、アイスキューブとか知ってますか。知らねえだろクソガニが。俺はヒップホップミュージックルーティン終わり。おい4本あるぞ、最後までしっかりやれよ偽物の神様。いやいや偽物じゃないよ本物。アイスキューブ、コンプトン、お前もそうでしょ偽物。確かに見た目はアイスキューブだけど、お前どこ鎌倉、そんな田舎もんは知らない。ウェビでごめんね。アイスキューブの PV 横にいる女たち、お前みたいなデブは絶対抱いてない。偽物とかふざけんなよ。このメッキ本物だったらそれを言ってくれ。それが本物なの。これ12号シルバーで本物だけども、お前は目を見れてないから、実際問題偽物本物も見分けられてはいないじゃん。俺はお前が偽物だって見分けられるよ。 MC としてのヒップホップの言葉が耳に入ってこねえもん。それじゃ意味がねえと思う。触んなよバカ野郎。おめえが触っていい管理があると思ってんのか。そういうもんじゃねえだろ。アイスキューブ NWA、 俺がコンプタをかぶってんのはエリック・ライトにビガップ送ってるからだぜ。終了です。では今夜の優勝者を決めていただきたいと思います。勝ったと思う方に大きな歓声をお願いいたします。先攻アマテラス、後攻ストローム、MRJ 第2回優勝者はストロームです。おめでとうございます。アマテラスにも大きな拍手をお願いします。